こぐまのベルボン内緒のお話し会。鈴鹿市立図書館にはこぐまのベルボンが住んでいます。ベルボンは普段入り口の椅子に座ってお話し会の案内をしています。おや、ベルボンがいませんよ。どこに行ったのでしょう。いました。お話の部屋です。病気の流行でずっとお話し会がないので、ベルボンは元気がありません。ごめんください。どこからか声がしました。向こうの窓から緑色のカエルが覗いています。今日のお話し会は何時からですか。今日はお話し会はないよ。明日もないよ。ベルボンはため息をつきました。では動物のお話し会は何時からですか。え、動物のお話し会。ベルボンの耳がピクッとしました。はい、図書館が閉まった後の動物だけのお話し会のことです。何しろ人間には内緒ですからね。え、内緒のお話し会。今度は両手がぴょこっと上がりました。そうですよ、こちらは内緒のお話し会はないのですか。ベルボンの小さな目がキラリと光りました。何かを思いついた時のベルボンの目です。カエルさん、今日内緒のお話し会をするよ。図書館が閉まった後、よかったら来てください。そうですか、それならいいことを教えてあげましょう。カエルは大きな目をギョロッとさせました。カエルの絵本を読むと幸せが来るんですよ。そう言ってぴょんぴょん跳ねて出て行きました。ベルボン、何してるの。巻き毛グマのももちゃんと茶色グマのポンくんがやってきました。ベルボンはニコニコして言いました。あのね、僕今とっても素敵なこと思いついたの。ベルボンが内緒のお話し会のことを話すと、へえ、いいね、楽しそうと二人は大賛成。早速お話し会で読む絵本を選んできました。すると後ろから誰かがそっと近寄ってきて、誰かと思ったらアライグマの月ちゃん。私も内緒のお話し会をお手伝いしてもいいかしら。3人は声をそろえて言いました。月ちゃんは恥ずかしそうに、私が読みたいのはこの本、アライグマの小さな女の子がね、ちっとも眠れなくて困っちゃうの。へえ、かわいいね。ポスターを貼って準備は完了。まもなく閉館のチャイムが鳴りました。ポスターを見た動物たちが続々と集まってきました。
いよいよ内緒のお話し会の始まりです。その夜、誰もいないはずの図書館のお話の部屋に明かりが灯って、ひっそりと人影が動いたそうです。笑い声を聞いたという人もいました。でも人間の世界は忙しいので、そのまま噂は消えていきました。ところでベルボンはお話し会で何の絵本を読んだと思いますか？ベルボンが読んだのはおたまじゃくしの101ちゃんです。小さなおたまじゃくしの子供たちが力を合わせてお母さんを助けるというベルボンの大好きなお話です。カエルの絵本を読むと幸せが来るよってカエルさんが教えてくれましたしね。そのうちいいことがあるかもしれませんね、カエルさん。